ご準備は皆さんよろしいでしょうか。照明を消す際はカウントダウンです。私の掛け声で皆さんいきます。5秒前からです。よろしいですかね。ではいきますよ。5秒前、それではグラウンドからおよそ65メートルの高さにある天井中央部をご覧ください。スカイロールオープン。このスカイロールオープンショーはおよそ3分間、光が差し込む夜明けのような感覚をまずお楽しみいただき、その後の3分間でスカイロールの模様がどのような形になるのかをお楽しみいただきます。その時期にまつわる何かです。ぜひお楽しみください。スカイロールの数は全部で144枚あります。スカイロールの開閉や照明、音響やライブビジョンなどは全てバックネット裏の3階スタンドの白い部分、記者席の後方の部屋で全て操作しています。それではここで名古屋ドームトリビアです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に大きな球場ですよね。両翼は100メートルです。センターまでが122メートルです。外野のフェンスは 4.8 メートル、高いですよね。なおそのフェンスは今年からラバーの素材が非常に柔らかいものとなっています。選手が激突した際のクッションですね。後ほどその柔らかさご体感いただければ幸いです。そして今日はもう一つ、座席に関して、皆さんが今いらっしゃるグラウンドから徐々にすり鉢状態で席は上に上がっていきますよね。一部違うところもありますが、一番下の座席は濃い青、そして薄い青、そして黄緑に近くなり、5階の席は黄色です。これは海の深い位置から徐々に上に上がっていくと太陽が見える、そんなイメージで作られたそうです。明るくなった後、また後ほどどうぞご確認ください。いろんなメッセージがこの球場には込められているんですね。さてスカイロールオープンショースタートしてから間もなくおよそ3分が経過します。さてここからは今日の模様にまつわるヒント、曲で皆さんにお届けします。まず1曲目は桑田佳祐さんの名曲、波乗りジョニー。山の日にもかかわらず波乗りジョニー。ヒントは曲というよりもアーティスト名ですかね。この時点で分かる方がいらっしゃったら相当鋭いです。スカイロールオープンショー経験10回目以上の方じゃないと分からないと思います。今日も選曲をされている方は23歳の男性です。そのあたりもヒントになるのでしょうか。意外と親父ギャグが大好きな方です。桑田佳祐の曲をまずお届けしました。
さあ、続いての曲は虫キングサンバ。サンバといえばマツケンサンバ、そういう方が多いのではないでしょうか。もちろん本場のサンバを思い浮かべる方も多いことだと思われます。しかし虫キングサンバ、虫ですかね。23歳の男性にとってはドンピシャ世代だそうです。さあ、虫、この言葉も一つのヒントかもしれません。徐々に徐々にその形が出来上がりつつあるのではないでしょう。もう分かった方、一人で北総演でください。3曲目、パパパパパ、まさか噛みました。パピーの名曲です。曲のタイトルは、初めてこんな曲聴きましたよ、ハサンジャーズ。そんな曲名があるんです、ハサンジャーズ。どうでしょう皆さん、挟まれつつありますか。もう挟めそうですか。この虫が大好きというお子さんも今日はたくさん来ていらっしゃるんじゃないでしょうか。夏の虫といえばカブトムシ、そしてもう一つ大人気なのが、そうです、今日のスカイウォールオープンショー模様はクワガタムシでございました。今日のこの模様は結構クオリティが高いです。それを踏まえてご満足いただけた方、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。今日はドラゴンズファンの皆さんにとっては非常に悔しい一日だったと思われます。最後の最後まで残っていただき、このスカイロールオープンショーも楽しんでいただきありがとうございました。そしてレフトスタンドにはスワローズファンの方もいらっしゃるんですよね。最後までありがとうございました。このスカイロールオープンショーに関しましては、もろもろ拡散 OK です。今日動画を撮られたという方は、私ドラゴンズナビゲーター長谷川匠が噛んだ部分だけカットしてアップしてください。ぜひよろしくお願いします。最後の最後まで本当にありがとうございました。以上をもちまして、グランドウォーク&スカイロールオープンショー終了といたします。お帰り口はレフト側内野スタンド入り口となります。なお次回の名古屋ドーム、8月16日火曜日のジャイアンツ戦です。お盆休みの方も多いと思われます。ぜひ野球観戦快適空間の名古屋ドームへ、またのご来場を心よりお祈り申し上げます。ぜひ来てください。お待ちしています。この時間のアナウンスはドラゴンズナビゲーター長谷川匠がお届けしました。皆様ありがとうございます。